カタラン数を語らんとすということで、カタラン数を語っていこうと思います。前回カタラン数というものを導入しましたが、まずはカタラン数とはどういうものだったのかということを復習しようと思うんですが、まずはこんな図の経路を考えた時の P から Q までの最短経路何通りあるのか、こんな問題を考えたわけですが、こういうふうに青色の数字 P からスタートしてその点までの最短経路、それは何通りあるのかっていうのを順番に書いていくと、じゃあ P から Q まで調べていけば42ですよと。なので42通りというふうな感じで、とりあえずこの問題の答えが分かりました。で、カタラン数とはどういうものだったのかというと、今この状況だと5マスかける5マスで斜めになっているようなこんな階段状の経路なんですが、これは一般化して N マスかけ N マスというふうにした時の P からスタートした時の Q までの最短経路、これ CN 通りというふうにして、まあ、すなわちこういうふうに数字書いていった時のこの右上の数字、これ CN というふうに置いた時にこんな形で表される数、これをカタラン数というふうに言いました。この状況だと12345、5かけ5の状況ですので、すなわち C5、これが42で、P からスタートしてここまでというふうに考えると、ちょうど C4 の状況、すなわち 4×4 の状況ですので、 C4 が14というふうになり、 C3 っていうのが 5C2 っていうのが 2C1 っていうのは1で C0、まあ、0×0 よくわからないんですが、とりあえずこの数字というふうに言った時に、まあ、ここの 1C01 というふうに定義して、こんな形で n×n の最短経路、こんな cn をカタラン数というふうに言いました。とりあえず前回はこんなカタラン数というものを定義しましたが、じゃあこの cn というものがどういうものなのか、この cn の一般項、すなわち cn が n の式で具体的にどういうふうに表されるのかというのを考えようと思うんですが、今回はそのための準備として、この cn に関する漸化式を作ろうと思います。まずは左側のこの具体的な状況を使って漸化式はどうなるのか、すなわち C5 が C0 から C4 使ってどういうふうに表されるのかというのを考えてみようと思うんですが、どういうふうに考えるのかというと、少し工夫をして考えてあげるんですが、今 P からスタートして、じゃあまずこの点を通る場合、 P からスタートしてここまで行って、でここから Q まで最短経路で移動する場合というのを考えようと思うんですけど、この場合今 C5 というものを考えていって、一つの可能性としてここを通る場合というのがあって、じゃあここを通るとどうなるのかというと、まず P からここまでの行き方っていうのは1通りですよと、ここ1通りというふうになり、じゃあ今度これかけるこっからここまでの移動の仕方、これ何通りあるのか考えてみたいんですけど、こっからスタートして結局 4×4 のこの階段状の最短経路というふうになるので、じゃあこれに関しては C4 通りですよと。ここからスタートというふうに考えると、ここからここまで C4 通り。なので 1×C4 足す、もちろん今ここ通る状況で、ここ通らない状況というのもあったりするので、他の状況を考えて足していくわけなんですけど、今度どうするのかというと、ここ通る状況というのを考えます。ただここで単にここ通る状況というふうに考えると、さっき考えたここ通る状況、これとの被りが生じます。すなわち、ここ通り、なおかつここ通るという状況が生じているので、これ廃反ではないから、単に足すだけではなく、かぶりを引くみたいなことをしなければいけなくて、ちょっとごちゃごちゃするので、ここ通るんだけど、ここは通らないで、ここを通る。このものを考えると、廃反な状況というふうになるわけです。さっきはここ通る。今度はここ通らなくて、ここ通る。この2つは同時に起きることはないので、この状況だと足して OK で、じゃあ今考えているのは、ここ通らなくてここ通るよと。じゃあこれどういうふうに考えられるのかというと、ここの部分に1段用意して考えてみるんですけど、P からスタートして、とりあえずここまでは1通りですよと。で、こっからここまで行くんだけど、今回ここは通らないものを考えているので、階段状のこんな1段。すなわち、ここスタートでここまでの移動の仕方が、1段の移動というふうになっているので、 C1 通り。で、今ここまで来て、ここから上に行くしかなく、それは1通り。じゃあ、ここからこっちに関しては 3×3 の最短経路というふうになりますので、これは C3 というふうになるよと。すなわち C1×C3 っていうのがこの状況。つまり、ここ通らなくて、ここ通るような P から Q までの最短経路というものがあり、これを繰り返していくんですが、じゃあ今度どうするのかというと、じゃあ今度はここ通る状況で被りが生じてしまうので、ここもここも通らなくて、ここが通る状況。これも
ここ通らないので同時に起こることはない、大半な状況というふうになっているから足して OK で、ここ通らなくてここ通らなくてここ通る状況、じゃあ今のここの赤の部分足してあげて、じゃあ1段追加したこういうふうに考えることはできるだろうと、 P からスタートして1通り、ここからここまで行くときにここもここも通らないので結局ここの2段の階段上の最短経路、それがここからここまでの移動の仕方というふうになり、2段の状況というふうになっているので C2 で、ここから上に行く1通りで、ここからここまでは2段の状況ですので C2 と、 C2×C2 これ繰り返していって、じゃあ今度はここ通るけどここもここもここも通らない状況、この状況はさらにもう1段足してあげて、これどうなるのかというと P からスタートしてここまで1通り、ここからここまではここを全て通らない状況ですので3段の状況と同じ、この時は C3×で、今ここまで来て上に上がって1通りで、ここ1段の状況ですのでこれ C1 足す一番最後の状況、じゃあここも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 通らなくてここ来るよと、ここ斜めの部分通らずここの最後9までたどり着く状況、これに関してはじゃあもう一段追加してこういうふうに考えることができるよと、こうすると P からここまで1通り、こっからここまでこう斜め全て通らないので 4×4 の状況で、これ C4 で上に上がる1通りということで、今の具体的な C5 の状況というふうに考えましたが、この状況だと C1 から C4 使ってこういうふうに表されるよと。で今この変化見ていったときに、この左の方番号が1個増えていくよと、 C1、C2、C3、C4 と、で右の方に関しては C4、C3、C2、C1 と1個ずつ減っていくよと。で今回 C0 に関しては1というふうにしましょうというふうに言っていて、じゃあここの1の部分、まあ、結局1なので C0 というふうに表すこともできるよと、ここも C0 というふうに表すことができ、こうすると最初から最後まで左に関しては1個ずつ上がっていって右に関しては1個ずつ減っていくよと、こんな形で規則的に表すことができますので、あえてこういうふうに表そうと思うんですが、具体的な C5 の状況で漸化式どうなるのかというのが分かりました。今の話を一般化してあげれば同様の議論することができ、じゃあ一般の CN に関して、じゃあこれ漸化式なので CN プラス1、すなわち N たす1かけ N たす1、この状況を考えてみたいと思うんですけど、こうするとどうなるのかというと、今と全く同じように考えてあげて、じゃあまずはここを通る状況、こっからここまで1通りなんだけど、さっきと同じように、まあ、この1っていうのはあえて C0 というふうに書くよと。C0 かける、じゃあここ通る状況、こっからここまで1段減っているので N かけ N ということで CN プラス、じゃあ今度はここ通らずここ通る状況、じゃあここに1段補ってあげると1通り、こっからここまで C1 と、こっからここまで C1 通りあって、で今こっから上に行って1通り、こっからここだと2段分減っているので CN-1、じゃあこれを繰り返していくと、ここの左に関しては番号1個ずつ増えていくよと、右に関しては番号1個ずつ減っていって、一番最後はどうなるのかというと斜め全部通らず、じゃあここ通るような状況、これどうなっているのかというと、ここまで全部補って考えてあげるよと、こうするとここ1通りで、こっからここまでが N かけ N なので CN 通りで、最後上に上がる1通りなんですけど、これ同じ形に合わせるために1通りあえて C0 というふうに書いて、とりあえず CN に関してこんな漸化式は成り立ちますよと。すなわち数列 CN というものは初項 C0 というふうにしたときにこれ1として、あとはこんな漸化式によって定まる数列ですよと。なのでこの最短経路の問題だったわけなんですが、とりあえず知りたいこの CN というものを1回抽象化して、こんな式で定まる数列の一般項を調べればいいよと。とりあえずこんなことが分かったわけです。もしこの漸化式が簡単に解くことができる等差数列とか等比数列みたいな形だったら普通に解いておしまいということなんですが、ただ今回のこの漸化式結構複雑な状況で、左の方番号上がっていって右の方1個ずつ下がっていくというような、ちょっとごちゃごちゃしたよくわからない漸化式というふうになっているので、ここから一般項を求めるっていうのはそんなに簡単なことではなく、代表的な一般項を求める一つの方法として母関数というものがあって、
それを使って調べていくという方法がありますので、とりあえず次回はその母関数というものに関して話をしようと思います。とりあえず今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。